7日間の平均は355人で、1週間前の 76.。 次いで30代が80人、40代が67人、50代が49人でした。重症化リスクが高い65厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染し重症となっている人は今日午前0時時点で全国で564人でした。前の日から40人減り、17日連続で減少しています。一方、累計の死亡者数は